川原一馬です。はい、アルターボーイズチームスパークがお届けする全く新しいエンターテインメントショー、19日からいよいよ博品館劇場で始まります。そうですね、ここまで5人で3週間稽古してきて、もうみんなのことも分かってるし、僕のこともみんな分かってくれてるんで、このなかなかないチームワーク、とてもいいチームワークで進めさせてもらってます。歌も今回たくさんのことに挑戦していて、踊りもたくさんのことに挑戦して、芝居もみんなで、ここまでみんなで作るってことがない初めてぐらいなんですよね。なのでぜひ楽しんでもらえたらなと思っております。19日博品館劇場待ってます。